できるかの話や。ですね、丁寧には喋らないというこれが、うん、まあ私のなんていうかね、基本的な感じな、基本的なこんな感じや。どう見ても外人だよね。日本人でごまかそうと思う時があるんやって。無理やね、無理や。私はクォーター、クォーターハーフではないな、うん、今いろいろ入ってて、まあそれはいいやな別に話は。今回のビデオは日本語でいきたいと思います。なんでかと言うたら、まあ、できるだけ関西弁使わんようにするけど無理やな俺は。なぜかというと、うん、やっぱりこう日本人の方が見てくれるから、みんなわからないね、うわう、ポルトガル語わからないみたいな感じやで、まあ今回ちょっと日本語でやってみようと思って、うまくいったら続こうかなと思って、うまくいかんかったらもうこれで終わりっていう感じで。ほんでさ、3歳から日本にいるんよ。だからあまりこうブラジル帰ったことがなくて、1回、2回しか帰ってないよね。で1回が5歳の時 で2回目がまあやっと24歳の時に帰ったんやけど、やっぱりこう自分の経験あったことを話そうかなと思ったんね。やっぱりこんなこう普通の日常のことね、話してるとつまんないから、やっぱりこうブラジルに興味のある人、やっぱ興味なくてもありね、ブラジルへ行く、ブラジルの興味ある、ブラジルのこと好きみたいなの方たちのためのビデオにしよっかな。これでいいかな。さあいい加減に始めよう。2013年の12月にブラジル遊びに行ったよ、家族会いに。17年ぶりに行ったさかい、やっぱりこう慣れてないこととか、17年ずっと日本にいたわけやから、ほんでどう言えばいいかな、ほぼ日本人と変わらんぐらいな感じ。やっぱ違うのが、まあ私はポルトガル語が喋れる、それだけが違うと思うね。あとは全部一緒ね、感覚もない、ブラジルの感覚っていうのも全然なくて、でやっとね2013年の時に12月に行って、2014年の3月に帰ってきたのね。ほんでブラジルであった経験をちょっと今ここで発表したいと思います。発表、あと3つしか言わんで、やっぱ長くなるから、もう長くなるとあれやさかいめんどくさいな。ほんで一つは、ブラジル行くとこうやっぱり、まあ、国それぞれ違うからね、文化とかもいろいろ違うし、行った時ね、私最初にちょっとビクッてしたのが、まあ知ってたんやけど、実際それをねこう経験、もうそれを生きる、味わうとにかくどうでもいいや。ほんでね、行ったんや。最初まあ空港、イエーイ、サンパウロ着きました、やったね、着いたと思ってトイレ行きたいやん。やっぱ飛行機24時間のね、時間長いね。もう直行便ないし、乗り換えもね、こう待ち時間も長いから、もうね、トイレ行きたいやん。やっぱ着いたら。ね。ほんでトイレ行こうと思ったやん。やっぱりうちは真夏に行ったよな、ブラジルに。で、こっちは日本はまあ冬。もう冬ね、12月はめっちゃ寒かったよ。で、向こうはもう真夏っていう感じやから、もうトイレで着替えようと思ったの、服にね、夏の服に。トイレで、もうトイレ入った瞬間ね、もう一つびっくりしたのが、もう声のでかさ。もうでっかいな、みんな声が。やっぱりこう、空港のスタッフがこう、外国から来た人はこっちだとかさ、もうでっかい声で、びっくりした、まあ。もちろんポルトガル語だけど、ああ、うちな、もううちの親友の顔見て、これ、怒ってあるって言う。ああ、ちょ、それは、慣れるみたいな。私何こいつらやべ、怒ってんのみたいな。で、まあまあ、みたいな。で、トイレ入ったらみんなでかいんよ、声が。一人は歯磨きをしてるね。もう一人はなんかこう、自分の旦那の話をしてる。で、もう一人はなんかセックスの話をしてるし、もう一人はなんか変な目で見てくるし、うわーと思って、まあ、トイレ入るじゃん。で、トイレ入って、なんかね、この下と上がめっちゃ空いてるんだよ。もうほんまにね、こう首と膝しか隠
くれないみたいな感じのドアで、何この短いドアやばくねと見えるやんけみたいな。まあ女子トイレやりまいいと思って着替えるやんね。まあまあまあこうパッパッパーとして着替えてトイレ行って、まあまあやることやって、で流すじゃんね、普通にバーって流したら、なんかね水がって感じ、何これと思って詰まったんけと思って、もうおしっことトイレットペーパーがこんな出てきて、えこれどうしたらいいのみたいな、どうしたらいいってパッて見たらゴミ箱があるの。なんでこれで、普通日本やったらもうごめん話ちょっと汚い話になるけど、ナプキンのあのゴミ箱って超ちっちゃいやんね。 でかかったん、意外にもうこんなぐらいやった。なんなんこれでかすぎんと思って開けたら、うわもううんちだらけのトイレットペーパー入ってるってな。えこれまさかトイレットペーパーこのゴミ箱に入れるんや。それな、私な知ってたんやけど忘れてた。もう癖になるやん日本流すで、もう全部。これが最初のすっげえ恥ずかしかったとこね。気をつけて、俺絶対しないように注意ね。んでもう、まあ、これは置いといて、もう汚い話やで。2つ目がね、買い物するときにこのカゴを入れるじゃんこうね。でレジ行くとき、レジがこう動くん、こうやって普通なんかこんなローラーみたいなこうなってて、んでうわすっげえとかずっとそれを見てて、うわすっげえ。ほんでパッて見たらこのレジのおばちゃんがめっちゃ睨んできてる。睨んできはるんかなと思って、こう早く乗せなさいとか言われて、カゴを乗せるんやなと思って、カゴを乗せたらめっちゃ睨んでくるから、何こいつと思って、シャシャってんじゃねえよって思って、何って思ったら、早く物をここに乗せてって言われて、え物をカゴから出してこの変なこうローラーの上に乗せるんやで。知るわけないやんこの人、このバカ野郎が。知るわけないから、あすいませんと思って、しないように注意ね。それももう一つね、それをもう置いといて、もう一つ、家に着くやんお父さんとかその家族親戚友達ね。んでお父さんに着いた時にもうみんながダダ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 って入るんよ家の中。靴も脱がず、靴は脱がないの、ブラジルは。もう、土足で入る。土足土足で入る。汚いなぁ、なんか。でもそれが普通やない、向こうは。やっぱ、もう靴を脱ぐ方がおかしいんやで。なんかめんどくさいとか、こういうね。まあ文化やな、やっぱり。でも私はもう慣れへんくて、やっぱり土足無理。だから自分のスリッパを買って、こう家の中ではスリッパみたいな感じね。やっぱそういうのはやっぱ慣れへんな。でもこれぐらいだね。もうびっくりしないようにね、みんな土足やで、土足で入るんで、びっくりせんといて、もし行った人には。あとはなんやろ、あとはね、ほやな、このビデオがうまくいって、まあコメントとかもあって、こうみんながライクしてくれたら、まあ次のビデオを考えてるんで、アドバイスでもちょうだい。またこう知りたいこととかどんどん送ってくださいっていうことで、はい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 、こういうこと。私ちなみに私は滋賀に住んでます、今のとこは。だからこんな変な、こう変じゃないけどね、私関西弁超かっこいいと思うけど、でもそういうことです。まあそういうことで、みんなまたねー、ビビー。